ただいまご紹介いただきました飯田市よりやってきました信濃大和と申します。私たち今年のテーマ日常をぶち壊せ、昔からですね祭りは晴れとけという言葉がある通り非日常を楽しむ、日常から非日常を楽しむものです。私たちそういったものを今年ですね、表現したいと思います。最後にはですね長野名物の万歳三唱をさせていただきたいと思います。皆さん ご唱和一緒にお願いします。それでは皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。拳を上げればそこには非日常が待っている。待ちに待った今日この日、日常をぶち壊せ。ぶち壊せ、ぶち壊せ、ぶち壊せ、ぶち壊せ。